高市さな、ね、え、100兆円のサナイノミクス、対中国ミサイル配備を表明。自民党の総裁選に立候補することを表明されている自民党の高市議員が15日にツイッターにて台風に関連し、次のような発言をいたしました。サナイノミクスの危機管理投資では、水害や土砂災害の防止対策、耐震化対策、送電、通信網の強靭化など、10年で100兆円規模の 中期計画を実施しますとなっておりまして、まあ、こういったさまざまな防災対策については、悪夢の民主党政権においてコンクリート、コンクリートから人へという主張がなされ、ダム建設が妨害されるなどし、日本の防災対策に重大な問題が生じ、まあ、実際に被害が拡大したとみられる災害が確認されてしまっております。まあ、そういった中で、 このような防災対策については、ありとあらゆる手段で対策を講じる必要がございますので、講じられる対策が残されているのであれば、速やかに対策を講じるべきでしょう。また、高市議員は14日に、アメリカ政府が検討している対中国の中距離ミサイルの配備について、しっかりと日米両国で合意したい。 あくまでも自衛のための備えで抑止力だ。配備は概ね米軍基地になるだろうが十分な協議が必要だと表明されておられますけども、現状日本の安全保障環境は、まあ、こういった中国政府の問題だけではなく、朝鮮半島やロシアも何をしでかすのかわからないという事態に陥ってしまっておりますので、なんとか 日本周辺にアメリカだけではなくて、より多くの国々を集め、日本の、日本周辺の抑止力を強化していく必要がございます。高市議員には、まあ、こういったアメリカとの関係強化だけではなく、その他の国々とのさらなる関係強化についても、ぜひとも検討していただき、 自民党の総裁選において自民党員や国会議員の皆様、まあ、党友の皆様などを含めて、まあ、しっかりと具体的な政策を説明し続けていただき今後も総裁選においてその他の候補者の皆様と政策を戦わせていただき自民党が高市議員がどのような政策を お持ちなのか、しっかりとアピールし続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。